すごい大きいじゃないかって、うん、手とかこんなバーンってこんな手でバンバンバンってやってるじゃないですか。大きいじゃないかとか言って、いや確かに大きいって、うん、で、私がテレビ出てたって知ってますから、うん、で、実際会ったことあるのかって言うから、うん、で、会ったよって言って、うん、どうだったんだって言うから、うん、で私もやっぱりなんか素直な感想言いましたよ。だから、うん、まあ確かにね、楽屋でアッコさんの靴見たことあるんですよ、うん、だから靴がカヌーみたいだったよって言っていや、ほらそうだろうとか言って、でもね、結局それで歌を見たんですよ、それで、うん、この番組でね、うん、そう、歌うまいって言ってね、アッコさんは、アッコさんの歌が、え、すごい、ほんとまたファンになっちゃった、アッコさんで、CD 欲しいって言い出しましてね、ボブさん、うん、ボブさんが、うん、で、私、友達、たまたま日本に帰る友達、日本人の友達がいて、うん、で、その子に頼んで、うん、CD 買ってきてもらったんですよ、アッコさんの、アッコさんの、それでうちでだからご飯食べてる時はアッコさんの CD 聴いてるやんなっちゃうでしょあの金を鳴らすのはあなたなんてもぐもぐがっかりな家庭ですよそうですでも楽しそうだね。
これはニューヨーカーも受けたでしょうね。あれはでもあのバッグ共通ですよね。バッグ共通。世界の壁は薄いっすよ。もう開き直って生きていけるんです。だけど日本にいる時から結構あのニューヨークっぽかったですよね。彼女はきちんと礼儀とかしてんだけど、うん、飛んでるとこあったですよね、うん、前来た時はねこの魚を下から殴りながら歌ってた。今回は頭突きというね。あの面白いけどでも可愛いんですよね。なんかあの、うん、許せないしててもね、うん、そうですね、頭突きも可愛かったし彼も可愛かったもんね、やっぱり ね、 なんかね、どうしていいか分かんない時に出てくるパワーってすごいですよ。さて、まあ、来週はですね、皆さんの熱い声援にお答えいたしまして、セクシー強化月間第7弾。あれ、先週でそれ終わったんじゃなかったですか。今週もアジオックバリバリのセクシーだったでしょ、うん、ということでありますので、うん、来週はですね、これはいいよ、これは入って、うん、はいはい、元 JAL のキャンペーンギャル、うん、これはすごい、JAL のキャンペーンが、いや、そして、ね、あなた感心してる場合じゃなくて、あなたと結婚の経験のある方、ちょっと待って、改めてですね、いや参ったな、冬木さんのまた過去が暴かれるというようなこと。結婚しようじゃなくて結婚してたんですか。結婚したこともあるということですからね。楽しみだわ、はい、来週もそれじゃあ一つ楽しみに。